ただし。スキレーション。佐藤義樹。浪江町副所長に選任する。平成30年12月17日、浪江町長、副社長。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。皆さん、おはようございます。ただいま、省庁からありました通り、本日付で、副町長という重責を受けたまりました。身の引き締まる思いでございます。本日、17日付で、副町長に就任しました佐藤義樹と申します。役場の方に長年勤めておりまして、退職後につきましては再任用職員として引き続き勤めてまいりました。今回就任にあたりまして、吉田町長のいわゆる政策方針、さらには指示のもと職員の皆様と一緒に浪江町の復興を一歩ずつ前進させていきたいと考えております。皆様には大変お世話になると思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。イノベーションコスト構想、ご承知の通りイノベーションコスト構想はですね、浜通りに新たな産業基盤の構築を目指しております。その方向に向かいまして研究者をはじめとします皆様にですね、この地域においでいただくために移動手段の拡充ことを大きな課題として認識をしているところでございます。このカーシェアの実証事業、今日から始まります。利用者のニーズを捉えまして今後の利便性向上を目指し皆様と一緒に考えていきたいと考えております。公共交通機関がありませんので、そういった意味でこういったカーシェアが普及していくことがやっぱり皆さんの足の確保につながるわけですから、非常にありがたい事業だと思っております。やはり浪江駅に降りた方が町内の視察、あるいは新しく企業立地がなされた会社の方がこの車を利用されて自由に目的が果たされる、そういうふうな使い方があるんだろうと思いますので、ぜひあまりタクシーも、バスもありませんので、そういった方々にご利用いただきたいと思っております。交流人口が増えるということだと思います。そういう方々から浪江の状況が発信されればありがたいと思います。